ボーリング革命 P リーグは BS 日テレおよびテレジータスで放送されている日本の女子プロ、女子アマチュアボーラーによるボーリングトーナメント番組以下本文では P リーグと表記する近年低迷するボーリング人気を復活させようと日本プロボーリング協会、全日本ボーリング協会、日本ボーリング場協会などと番組スポンサーが大会実行委員会を結成し 同トーナメントが行われるようになった。なお、この番組は、かつての女性人気プロボーラーだった、中山律子が立ち上げに参加している。日本国内のテレビ局で、週1回ボーリング競技を放送する番組は1978年から1998年にかけて放送された、ザスターボーリング以来になる。なお、こちらの番組では、男子選手も出場している。 番組名の P はの5つの P から成り立っている。これまで4つの会場を使用している。第43戦以降は、当該シーズン出場予定の24名から、プロアマ合わせて18名が出場する。シーズン最初の18名は6ショットチャレンジで選出する。第43戦以降第89戦までの一覧。 第20戦から第42戦までの一覧開幕戦から第19戦までの一覧シーズン2021ボーリング用語についてはボーリング用語を参照のこと。過去のスタッフ、実況担当解説者プレイヤーズゲスト上記以外に第25戦で清水博子が1回戦 D、E グループで登場した。これは第24戦まで解説を担当していた。 山本浩二が J プバを大会したことに伴うもの。このため、番組では、プレイヤーズゲストという表現は使われず、一解説者としての扱いだった。過去のネット局及び、放送日程、日経エンタテインメント、2009年3月号の特集、技、アりタレントの時代に登場した、土田照之に注目番組として紹介され、その後同じく土田がプレゼンした。 P リーグ芸人が2011年8月18日に雨上がり消し隊のトーク番組アメトークの企画として放送されている。いずれも発売元は BS 日テレ。ありがとうございます。